城のソルジャーを乗せたヘリがそちらへ向かったのを確認した。どうやら敵に気づかれてしまったようだ。こちらでも擁撃はするが、全ては落としきれない。何人かのソルジャーは列車に取り付くことになる。了解。いつものことだけど、そううまくいかない。取り付いた敵は片っ端から倒すしかない。その先に見える赤いコンテナは可燃性の燃料を内包しているよ。衝撃を与えれば爆発してしまう。気をつけろ。リトライマーカーが設置されているな。ボスを目指すのであればあえて避けてみるのもいいが、普通にミッションをこなす分には触れておくのがベターだろう。侵入者止められませんよ。こうなったらスパイダーを出せ。そんな、まだあれは試験運用段階ですよ。構わん、ヤツを仕留められれば試験としても箔がつく。了解。スパイダー発見シークエンス。このレーダーパターンGV 気をつけろ。線路上に敵のタンクらしき反応だ。確かに見たことがないタイプ。ジェネレーション変化。そいつに関してはまだデータが何もない。十分に近い。飛ばしてアームドブルースパークカリバー。グレートだ GV。 そのままゲートモノリスを破壊し工場施設まで潜入してくれ。潜入に成功したか。そのまま奥へ向かってくれ。ここは圧を殺せ。ダッシュジャンプなら飛び越えられるはずだ。からダッシュジャンプでその先の溶鉱炉は越えられるはずだ。トラップのようだな。かっこ撃破だ。了解。ヒーリングボルト
グッジョブ GV。 打ち抜けられたようだ。プラズマリフターは雷撃を流している分だけ加速する。ありがたく使わせて。リフターは雷撃をやめれば停止し、しばらくすればオートで元の位置へ戻ろう。覚えておくと。また忍者か。飛ばしてアームドブルーライトニングスフィア。その場所からさらに進んだところに、この施設の要ともいえるメイン動力炉がある。メイン動力炉さえ爆破してしまえば、大量の燃料を積み込んだこの工場のことだ。動力炉まであと少しだ。シアンか。ほらほら決まってんだろうが。それをてめえ、ほらほらほら、シアンちゃんを連れ去りやがって何してくれてんだよ。はっ、シアンをどうだし、ほらほらほら、セーラーの人間が何を言う。ほらほらほら、あんなシアンを慕っているというなら、なぜ彼女を救い出してあげなかった。てめえもテロリストなんてやってんだなら分かってんだろうが。俺らみてえなゴロツに対して世間様は冷てえ。爪上げにいる限りシアンちゃんは安全だ。ほら、敵の能力者を倒したか。
目標は最新リニアリフトか。リニアってことは大激輪で引き寄せられるってことだな。そういえば破壊って言ってたけど、データは持ち帰らなくてもいいんだ。スメラギのセキュリティはどうせレーザーで突破できねえからな。壊しちまう方が手っ取り早いのさ。ここも雷撃輪を使えば足場を引き寄せられるんだ。トゲには気をつけろよ。まっ即死じゃねえかな。死何のこと。昔はそういうのもあったんだよ。のロックが解除されるはずだ。無事脱出できたようだな。ゲートモノリスを破壊して先に進む。おっと GV、 天井からものすげえ磁力場が出てるぜ。雷撃輪を使うと天井に引き寄せられるようだね。その仕掛けを利用して先に進めねえか。マグネットパワー。この下もトゲになってるみてえだな。落ちないよう慎重に行こうぜ。おっと、こりゃまた厄介な防衛装置だな。なんだこれ、まるでパズルだな。パズルタイムの始まりってか。その機密データを保管する場所は
何としても死守したいんだ。どういう意味？ああ、お前は分かんねえか。昔の記録媒体ってのは威力弱かったよ。レトロコレクターの俺としてはこんな場所にヒーリングボイスデータを保存していると思うと、つい。ジーノは何歳なのさ。お前の2個上。ゲートモノリスだ。とっとと破壊しちまおうぜ。メインサーバーのある部屋はその先だ。ここか。また濃いのが出てきたもんだ。掴め。やつも抵抗するというのは、僕は手加減しない。ミホートより手加減無用。本気の起点と戦えるのは、宇宙として何の意義もござらん。青き雷帝と称された起点の第七波動、その本気をヒーリングボス小生に見せてみよう。お望み通り見せて、お前を倒すことだ。気持ちのいい返答、実に良きかな。第七波動同士自爆せい。血湧き肉踊るとはこのことでござったか。こんな気持ち、ヒーリングボス初めてでござる。まったくもっとときめくで候。いや、つかめ、奪え、うらふん、おっ、いや、能力者としての成分満足だ。あとはこの部屋のデータを